2017年春、3ヶ月連続日本一の衝撃、相性差をものともしないラットの連達、常識を変えるのは卓越か。5月2日スーパーセルトライアスロン、ぜひ見てね。お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらロイジャイロケットデッキですね、やっていきたいと思います。というわけで、まあ基本的にはファイボだった枠が最近ねロケットになって使われてるこのロイジャイデッキ、今日はやっていきます。でトローがね落ちたマジで今季勝てないっすね、マジで勝てなくて、多分今順位で言うとマジ本当に2000位ぐらい多分いっちゃってて、シーズン終了も残りあと4日ぐらいしかないんですよ。だから普通に1000位内まで入らないとクラロワリーグの大会にも出れないですし、真面目に今ちょっとやばい状況で、僕メガナイトがすごい好きなんですよ。だからマルチでもよくメガナイト使うんですけど、メガナイトはね基本的にやっぱ大型がきついんですよ。ゴレとかラバとかがきついんですけど、今エレジャイがめちゃくちゃいるし、ゴレもいるし、まあ、とりあえず今大型環境なんですね、間違いなく。まあそういったこともあり、ちょっとねすげえ苦戦してます。全然上がんないですね。なんで今日も展開来てとか思ってたんですけど、全然展開にもいけない、どんどん展開からね遠ざかっていく一方でして、すごい苦戦してるんでね、ちょっとこのロケット入りなので、まあトリトンでね緊急移動しつつ、後衛はねロケで全部処理できる、まあ、大方にも強そうなねロイジェデッキで、まあなんとかトロ上げていきたいなとは思ってはいる。上がるとは言ってない。さあロイジェのね天敵であるエリバボ相手が咲いたのでロイジェで行ったらペッカ出てくる。サプライズ、嬉しくねえな、マジかよそんなことある、うわマジかよ。いやでもそれはいい、そっちから引っ張ったトリトンは優秀。よし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 、いやマジかエリババとペッカ二刀流かこれは苦しいですが、まあ言うて僕はペッカにはスケもあるし、ホグにはエリババトリトンもあるので、相手の攻撃を防ぐことができれば、僕の攻撃はまあ通んなくても相手の攻撃はまあ通んないので、まあトントンみたいなねところで頑張れるんじゃないのか。さあで、まあユニットの展開の順番がむずい。ロイジェ出したもペッカもエリババもあるので、まあそこは出さずに、さあベビドラもねちょっと厄介なので、ここはロケで削っていきつつ、おこれ世界一やったらあかんのや。やったらあかんで、ああ、でもこれタゲがいい。で、しかもちゃんとファイブを持ってるのがね、嫌っすよね。マジで。よしよしよし。さあ、で、今ザップ使ったから 100% 引っ張れる。ふん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 。いや、これを繰り返していきます。ファイブザップっていうのも嫌ですね。ロケで勝つ。いや、でもエリババで勝てる。いや、あのエリババはあれっすよ。僕のウッド台無しにするぐらい削る。これ言っていいんじゃない？言って、まあ、エリババで対応してきても、そのエリババを、まあ、自陣で適当に回収して、よしよしよし。よしよし。ここですね。ああ、めっちゃいい。いや、めっちゃいいけど、ママも出して、ちょっと2周目3周、あっ！やべ。いや、待って、ベビドラが一生飛んでやがる。ここは先にホグだけ防衛して、いや、めっちゃいい取るね。うわ、待って、めっちゃいい取るねすぎる。え、待って、ロケゲンない。マジで頼む。本当に。あぶねえ。というわけで、まあ、これがね、ロイジャイね、このペッカもエリババもいて、もし施設とかあった時には、ま、取んないけど、一応防衛が硬いので、最後ね、ロケで削れると、いうのが、まあ、このロイの強みなのかな。まあ、いないみたいなのはいないでしょ、あんま。で、まあ、体育がね、やっぱマゾネクだけなので、まあ、ラ・バルとかね、来た時には、まあ、しっかりロケット当てて、で、ラバ単体には、まあ、高回転ね、マゾネクというような感じで戦えるのかなと思います。ディガー来た瞬間、トリトン出す。さあ、来ない。さあ、プリンスだと、
まあジャイプリンス、ゴレプリンスあたりが最近だといますね。アウトローコカツとか見ますけど、初手プリンスさあ間違いますね。でこれは逆サイリバ行って、これオッケー、うわーでけでけでけ。これね、もしまあ無視されてゴーレムをつけられてたとするじゃないですか。まあそれはそれで別によくて、なぜならトリトンがいるんで、僕ゴレをねキング起動できるんですよ。あ、エリババちょちょエリババちょちょちょエリババエリババオッケー。いや絶妙にいいですね。そうそう、だからまあゴレダクネはトリトンでキング起動して、ダクネをしっかりマザーネクロでね、全部豚にしてあげればそんなきつくないっていうね、そんな感じです。いやこの後ろすげえ邪魔だなあいつマジで邪魔すぎん。てて、あ、半ジジイでしたね僕が。これ今プリンスのダメージは痛い。さ、スケドラ入りというわけで、スケドラ厄介ですね。これどっちから弾殴るんだろう。左、いいねいいね。さあ豚にしていって、ゴレプリンス、スケドラ、ボンバー。あ、あれこれは、あ、まあまあまあ。さあで今ロイ行くと、まあ、エリババとかはいないですね。プリンスまたは、まあ、ダークネクロと、まあ、どっちで来るか分かんないけど、一旦一丁ケツゴレと被ればいいなぐらいの感覚ですね。でワンチャンスキャミとかいそうだったので、いないですね。スキャミいてもおかしくなさそうなんですけどね。さあ、まあ、これ別にゴレ出されても全然問題ないっていう。なんだこれさ、どうなんだろうな、まあ、一旦防衛しますか。一旦防衛エリババ出して、でロケだけ構えてあげたいですよね。これライトニングなのかな、何なんだろうな。さあゴレスライト打って、このここにはねしっかり全部豚にしてあげて、あ待って、うわ待って、俺これ、うわ帰ってきたでかっ。今僕やったと思いましたね。正直やっちゃったなと思って、一番やっちゃいけんやなとか思ってたんですけど、全然全然、なんなら完璧すぎましたね。さあというわけで、まあ一個ね奥に出しちゃったことによって、僕結構一個奥目に出すんですよね。トリトンちょっと今できないんですけど、普通に逆サイドの、キングのね前でもいいんですけど、それよりさらに一個別に外でも別に釣れるんですけど、ゴレがねタワーについてないぐらいのタイミングだと結構ね際どくなっちゃいますね、さっきみたいに。まあまあまあ、さあ勝てたのはでかいですね。やっぱロケあると後衛全処理できるのでかいですね。やっぱ5だとこう残っちゃうじゃないですか、そこでこう押し切られたりとかがあるので、ロケだとほぼ角で後衛全部処理できるんでね、でかいっすね。さあパッタッタよろしく。ムッドで削りつつ、ちょっと沼をね戻していきたい。マジで今季鬼苦戦してますね。残り4日、終了までにね肌に合う最強の環境デッキを見つけたいですね。さあタルババなので、なんだろうな、わかんない時はエリババ投げとけばいいんですよエリババ投げとけば基本的にエリアドを取られることがないので、スケルトン部隊ぐらいです。はい、3アドも取られちゃうけど、これだってババコが壊せてるんで、僕らしたら別にそこまで痛くない。さあロイジ一丁、ババコはないんでね。でババコだったら、まあ、ラバかエリゴレかアイスイズビビだとスケラーなのかなという気がします。なので、まあ、マザネクだけちょっと残しておいて、これ逆サイドに行きつつアイスイズも処理してくれるトリトンだと思っていたけど、まあ、そんな優秀ではなかったですね。え、ゴレだったんだ。さあこれ逆サイってトリトンがいれば別にゴレ守れるんでね、このエリババをめちゃくちゃ守ってくれた方が僕からしたら嬉しいですね。さあこれでタワー折れちゃうからな。で左隅っこにマザーネクロ出して、右側にトリトン出せば、マザーネクロはねゴレを攻撃してるんですけど、このトリトンが引っ張った後にダークネクロのね、このコウモリ系に攻撃してくれるので、これ豚がどんどん生まれて一生時間を稼いでくれるっていうね。よし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 、さあ豚になーれ豚になーれー、よし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 、いやめちゃめちゃ強い、そこそこに強い。オッケー、でロイ出してカウンターで、まあ、ババコヤにはエリババー
まあ馬場で仲良くやっとけっていうね。で、いやこれ延命、あーまあできそうになかったっすよね、正直正直なところ。さあこれは一生豚をね作らせてくれるんじゃないでしょうか。こうもね流れができてるので、セミをやめずにねどんどんいっちゃいましょう。オッケー。いやまあこれがね強いですね。エリババとか、まあ、トリトンとかどっちかしか入っていないと、まあ別にトリトンがあればいいのか、トリトンいることによって相手が大型ね展開した瞬間にやっぱ逆サイド攻めて、防衛のコストを使わせて、キングキットができるので、あそこでね逆サイド攻めないと、まあ別に守れないこともない。そしたらあの守れるのは守れるんですけど、まああの大きなダメージが入ることもないので、あそこでまあもし無視されても一時交換できて、って感じなので、まあ、逆戦攻める、まあ、損はないですよね。まあ、攻め得というか、しかもエリババ投げとけばね、ね、なんか無視できないですよね。なかなか。キング行かれる怖いですもんね。さあ、よろしく。いや、めちゃくちゃいいね。今んとこ完璧すぎるぐらい、ゴレが多いな。エレジェンもね、すごい流行ってるんですよね。ダックプリ型、ボーラー型、バルキリー型。やばいですね。まあ、なぜ今そんな大型が流行ってるのっていうのは、まあ、巨大スケルトンの加法は間違いなくでかいですね。まあ、あとはこう、まあ、大型メタのバーバリアンの小屋だったり、まあ、ババ小屋ですかね。本当にもババ小屋がやっぱいないから、小屋が加法されてね、最近小屋系が、小屋があるぐらいで、それ以外に小屋が使われることがないので、もうオーブンとかも気づいたらもうね、化石ぐらい使われてない。本当に。次の修正では、強化されそうなランキングナンバーワンぐらいですね、オーブン。さあ、前で何も出してくれないな。これトリトン出す？ゴレ来るかな？エリジャイとかもあるっすね。なので、マザネクにします。まあ、待ってくるっていう時点で大型なんでね。ズドーン。ライドラー。まあ、ライドラー。まあ、ラバーないな。ゴレかエリゴレか2択ぐらいっすよね。いや、どっちやろうな、これ。バルキリーライドラー。バルキリーライドラはちょっとわかんないけど、なんやろな、マジでなんやろな。ちょっと近畿でしとこうかな。うっ、うまくて草めちゃくちゃうまいですねこれ。近畿でされないためのトルネードということは、ということはなんだ、エリゴルとかなのか。金魚丼、まあどうしてもされたらダメ。あー、スケルトンラッシュか。まあ、バルーンかな。いや、バルーンっぽいっすね。いや、バルーンっぽいな。まあ、ここは結構相手がコス使ったので、攻めてからのランバーが来ます。アイウィズ。あ、ライトラいたわ。アーチャー。ちょっと待って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 。うわー、めちゃくちゃいい防衛されてる。バカ綺麗な受けですね、相手。スケラなのかな、これ。あ、スケラでしたね。そう、ワンチャンフリーズ嫌ですよね。オッケーオッケー。いやー、まあ耐えてはいる。耐えてはいるなー。ライドラースケラーか。まあ、キング起動されたくないっすね、そりゃ。で、僕の場合は、インドラがねー、マジで。きつすぎるな、インドラが。インドラがバカみたいにきつい状況で。まあ、インドにロケット当てればいいだけ。でも相手スケラだったから、僕マザネク最強っすね。一生マザネク出して、これもロケ打つじゃん。あ、待って、ボール引っ張っちゃった。まあ、フリーズ来るよね。オッケーオッケー。耐えて。いや、魔女、魔女、魔女。いや、魔女行かれる。いや、待って、え？エリババが重たい。おい！重たい、お前。ナイス！え、でかっ！いや、なんで勝ったんだマジで。ね、なんで勝ったんや。いやー、でけえなー。今だって負けてないですもんね。でも、ロケ、やっぱでかいですね。防衛で端前ね、全処理もできますし、ロケにこう、最後の攻めでも、まあ防衛でも、結構救われてる気がしますね。ファイボがロケになったんだな。ね、ファイボがないとこう、マザネクとかホバとかに打ちたくなるような気がするんですけどね。もうロケで。全部守るっていう。さあ、スケルトン部隊は、まあ、スケラゴレ。ゴレ。さあ、まあ、これは、どうだろうな。キング起動したいけど、キング起動したいよな。したいので、後ろちょっとエリババで遊んでもらって、
うわやばい、これマザネクが行かれたらやばいっすね。ママママやばい、あこれやばいっすね。いやもうあと祈るしかできない俺祈るしかできないけど、まあ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 、いてー。さあクローンですね。クローンに対してはさすがにファイブが欲しい。いやー多くねこれ多くね、さっきからそんな当たるっていうぐらいこれ。まあですが、まあそれほどね環境が来てるということです。でスケルトン部隊いたからエリバ別に飛ばしてもねボコボコにされるだけなので、今はエリババ出せない。攻めウッドが必須かな。ここちょっとスケで受けつつ、さあこれこれ、いやこれやば、ロケットいる。いやロケットマジでいらんな。スケアミ橋前ゴレのコストはないと思うんだよな。まあでもこ僕このベビドラちょっと処理できないんですよ。よしよしよし。ふっふっふ。痛い痛い。ママママ、オッケーオッケー。いっぱい豚出して。いや、クローンだから弱えな、豚が。いや、これやばいっすね。これウッド使わないといけないじゃないですか。でも使ったらスケルトン部隊突破できない。ファイボくらい、ファイボ。ファイボでもなんなら負けそう。いや、これやばいっすね。で、相手はもう結構、ね、防衛の構えをしてますね。全然来たわ。防衛の構えをしてます。どこ行った？いやー、これキング来たわ、今の。キングにこれ引っ張るワンチャンない？キングに、あー！くそ！マジかよ。これで無理ならもう無理だ。トモじゃん。ヒゲワンパン。ほら！これだけ！いやー、マジかー。これ決まんなかったら、お、持って。うわーマジかよ、これ決まんなかったら無理だー。というわけでね、まあ、ロケットだとクローンがきついことが分かりましたね。マジで、まあ、クローンマジかー、悔しいな。というわけでね、本当に今季超苦戦してます。まあ、ですがさすがに1000位には入りたいと思ってるので頑張ります。ガチマルチ動画もね、しっかり上げつつ、残りね4日頑張りたいなと思います。だけで皆さんもトライ頑張りましょう。8000でそうですね、8000いきます。こっから1000あげます。ではお疲れちゃんでした。またね、よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では。